EC-135、読売新聞社の EC-135P に、ヘリオスユーロコプター EC-135 は、ユーロコプター社が生産する総発の、汎用ヘリコプターである。警察、救急や輸送など多目的に使用される。景気飛行に対応しており、広報訓練にも利用できる。EC-135 の原型となった。 m b b 1 0 8 e c 1 3 5の開発は、ユーロコプター車が構成される前に遡る。メッサーシュミットベルコーブロー無車で1980年代半ばに、1 0 8の名称で開発が開始されている。それまでの m b b 1 0 5と比較し、機内容量も拡大されている。2機のアリソン 250C-20R、1ターボシャフトエンジンを備えた、技術実証機は、 1988年10月17日に初飛行し、2番目のボ108は1991年6月第5週に完成した。部位には2機のチュルボメカーリウス TM319 から1バイトを備えていた。この両機は従来型のテールローターを採用した。 その後、MBB とアイロスパシャルのヘリコプター部門が合併してユーロコプター車になるのに合わせ、1992年末、テールローターにフェネストロンが採用された。これは従来のヘリコプターとは違って、バーチカルフィン内に回転翼が収められており、接触事故の危険性は減った。安全で静かなテールローターシステムと広々とした。 室内空間とが組み合わされることにより EC135 は航空医療用途に普及した。2機の試作機が生産され、1994年2月15日から4月16日にアリウス2バイトとプラットホイット2カナダ社の PW206 バイトエンジンが試験された結果、古くて非力なアリソン250エンジンは不採用となった。 3期目のヘリコプターは1994年11月28日に完成した。2014年にはテールローター部分の設計を一新し、水平尾翼の位置を変更、メインローターブレードを低層音のブルーエッジに交換したとみられる改良型が確認された。エアバスヘリコプターズへの社名変更に伴い、現在は H135 と解消されている。 グラウンドに着陸するドクターヘリ EC-135 は1995年1月にラスベガスのヘリエキスポでデビューした1600飛行時間を達成した後1996年6月16日にヨーロッパの JAA の形式証明を7月31日にはアメリカ連邦航空局の形式証明を受けた翌8月1日には 機体の引き渡しが始まり、ドイツ救急飛行隊に2機が納入された。1999年6月のパリ航空省では、量産1 0号機が、バイエルン州警察に引き渡された。この時点では、全世界合計で3万飛行時間を超えていた。2008年には650機以上が生産され、総飛行時間は100万時間に達している。機体仮面出展。 ユーロコプターウェブサイト、ユーロコプター EC135-2008 テック、データブック初言性能。ありがとうございます。